こんにちは田中雅です私ですねフリーランスで構成作家リサーチャーライター翻訳家などをやらせていただいてるんですけれどもこのチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことなどをどしどし語らせていただくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども本日のトピックは「 まあ大統領選になるんですけれども、アメリカの。で、その結果を受けて、まあ、思うことっていうのを引き続き語らせていただければなと思ってるんですけれども、あの、まあ、結果がもう出揃ってきて、あの、ハリスさん、民主党陣営さんの方が、あの、ハリスさんがその、敗北を認める演説をなされたと思うんですよ。 でその時に暗黒の時代にならないことを違う、誓うっていうことをおっしゃってたり、あとその有権者の中、ハリスさんを支持されていた方々の中に、あの、まあ、民主主義は、えー、死んだであるとか、えー、民主主義の敗北みたいなことを、えー、おっしゃってる方が、えー、何人かいらっしゃって、で、日本の報道も、まあ、結構、えー、言ってしまえばハリスさん寄りだったので、 あのコメンテーターの方々でもこれは民主主義がうんぬんかんぬんってことをおっしゃってる方々がいらっしゃったと思うんですけれども私自身はちょっとこれに関して違和感を覚えるところがあってそもそもなぜそのまあ僕自身もメディアの人間なのでちょっと反省しなければいけないっていうことは重々思いつつなぜそのハリスさんとがリードしているかのようなあたかも えー、選挙戦において、えー、そういう報道がそもそもなされてしまったんだろうっていう部分は、えー、とても疑問に思うところですよね。なんていうかその、まあ、結構そのメディアってあの今、えー、政権与党を批判するっていう部分はあるんですよ。あのそれはあの日本のメディアでもそうなんですけれどもその方が視聴率を、えー、実質的に批判ヘイトを 煽った方が、えー、視聴率は取れるしあの、まあ、それこそジャーナリズムだって思ってる部分があるので、まあ、批判してこそジャーナリズムみたいな表示があるんですね、えー、なの日本のメディアもアメリカンメディアもそうだと思うんですけどもなのである程度、えー、そうなんというかその時の政権与党を批判するっていうのはそれはそれで仕方ない部分はあるとは思うんですよ。 だってその石破さんが首相になる前は石破さんをなんか持ち上げるような報道されてましたし今はその石破さん首相になってからその批判一辺倒になってますけれどもメディアもでその民主党が政権を取ってた時も民主党に対する批判を要するに風緑なんですよねメディアってあのとりあえずその一般の方々のヘイトっていうものを集めたりとか あので批評時の政権を批評するっていうことをしていかないとメディアとしての意義がっていう部分があるからどうしてもそこは風見というか日和見主義というかそういうふうにならざるを得ないところはあるんですけれどもまあアメリカのメディアの方ははっきりとその色が分かれていて CNN は民主党より f o x ニュースはトランプさんよりと保守党よりえとあの保守党よりで f o x 系がで CNN 系があの民主党よりともともと決まってるんですけれども。 まあそこでそのなぜその拮抗しているというような報道がそもそもなされてしまったのかっていう部分があるのとあと本当に民主主義は <laughs> 本当に敗北したのかって僕自身は <laughs> すごい思うところがありますよねあのー、まあだって選ばれた経緯って今回いろいろとあると思うんですよあのー、まあ あの僕自身もすごいトランプさんが選ばれたことに関して実はすごい言いたいことがあれこれあってそもそも問題ってその民主主義の敗北なのかと思っていて一応そのトランプさんは民主主義としてあのアメリカの国民さんが選んだ、えー、国民たちが選んだ大統領なのでだからこそそれは民主主義っていうものはそこはある,程度ある意味でまかり取ってる部分はあるとは思うんですね。 ただ、その一方で、ちょっと気持ちもわかるところがあって、その民主主義には敗北うんぬみたいなことか言葉が出るっていうのは、言説が出るっていうのはえ、なんでかっていうと、その、正しく情報を判断できたのかどうかっていうような、えー、問題点はあると思うんですよね。あの、僕自身、その、トランプさんもハリスさんもどちらも支持しているというわけではないので、あの、まあ、支持し、まあ、どちらも、ま、いい人が、 まあ、トランプさん、ハリスさんに限らず、いい人が大統領になってくれれば、それでいいと思ってる立場だから、別にどうこうってことじゃないんで、こういう言い方になってしまうんですけれども、まあ、トランプさんサイドの方はあは、例えばその有権者たちへの演説のところで、移民が犬を食べているみたいな、ペットを食べているっていうような、えー、明らかなデマを、えー、こう飛ばしてたじゃないですか、トランプさん。それってあのすごい抽象、まあ デマというよりは抽象だと思うんですけれどもなんかそういったえなんかその噂っていうものを彼がまともに受けちゃってまともに受け取ってしまって明らかにデマだと多分本人も分かってると思うのにそれを言っちゃう部分っていうところとかあとなんかディープステートであるとかなんかいろいろと陰謀論が渦巻いているじゃないですかアメリカの中でそういったのをなんか信じてしまう方々が例えばあのトランプさんの方を支持されているっていうような えことがあったりしてまあそれ以外の要因としてもあのまあえアメリカの中で民主党を支持している方々ってもともとはその労働者階級だったんですけど今はその逆にエリートかエリートというか知識層であるとかあの東海岸西海岸でリッチな暮らしをしているえなんかビジネスマンの方々がとか高学歴の方々が中心になってくるんですけれどもでその方々のえ問題とされている部分まあそのまあ エリートな方々なんで、まあど、ど、のみちそのグローバルって、グローバルに、グローバリゼーションに適応していくって人々が多いんですよね。やっぱりその、いろいろと国をまたいで移動されてる方も多いし、複数言語を操る方も多いし、金融市場で働いてる方も多いし、なんかそういった方々はやっぱりその、えー、ニューリッチというか、えー、比較的その、 えー、万人に対して優しいというか、そういう世界であってほしいというような、えー、世界を望んでたりして、あの、女性の権利であるとか、人差別はやめようであるとか、なんか道徳的な部分ですよね。そういった部分をちゃんと押し出し、なんかこう、えー、やっていけるような人に次を、えー、次のリーダーになってほしいみたいな方々が多いんで、まあ、言ってしまえば人格者みたいに思われるのかもしれないんですけれども、ただその、そういう人たちってやっぱりその、自分たちはリッチだから、 その今差し迫っている緊急課題喫緊の課題となっているアメリカの経済とかインフレとかそういったものにどうしてもそのえー、なんか自分事として捉えられていないっていうような部分があったと思うんですよ。でただそのアメリカの国民の中で私たち日本人からするとそのニューリッチニューヨークとかあのカリフォルニア州のロサンゼルスとかで働いてる方々がすごい目立つと思うんですけれども あのやっぱ大部分それはもうアメリカの国民の中のごく一部でえもうほとんどの方々もう3億人ぐらいですかねアメリカまあ2億とか2億5000万とかそんぐらいの人々はもうまああの中西部とかまあラストベルトと言われてるところですよねまあ以前あのウィスコンシン州であるとかえミシガンであるとかあのトランプさんの支持母体となったその えー、ペンシルバニア州であるとか、えー、かつてその、えー、工業が盛んだったけれどもあの今は衰退、えー、してしまっているというようなところであの暮らしている方々でまあそこ、まあ、そういった人ところで生活されている方もたくさんいるしむしろアメリカって高、まあ、学歴って言われているのは、まあ、大学進学率高い国ですけれども多くはないのでやっぱ、えー、日本人からするとやっぱりその都心とかで あのまあ、首都圏で暮らしている人々が目立つような意味ですよね目立,、えー、目立ってるようなあイメージですよねだけど多くの人たちってあの、えー、東京圏首都圏じゃないところで暮らしてるじゃないですか、えー、でやっぱりそこは石破さんの支持が厚かったようにう本当に格差があるんですよでまああのー、多くの人が、えー、大卒じゃないんでアメリカもでそういった大卒じゃない人々って、えー、日本ではその 逆転可能だったりすするんですけれどもアメリカはもう学歴できっちり分かれちゃってる部分があるからあのオフィスワーカーにはなれないってことになったりとかブルーワークの仕事になったりとかずっと、まあ、別にブルーワークホワイトワーブルーワークだからブルーワーカーだからその全然その収入が低いとかそういうことじゃなくてあの地元ので地場産業にメインで生きていく地元メインで生きていくっていうような人々が多いんでアメリカってそういうところがたくさんあるからやっぱり あのまあその沿岸地域で暮らしている東海岸西海岸であのどこに俺たちはどこにでも私たちはどこでも働けるわみたいな感じで暮らしているその学歴が高かったりとかえ知識層だったりとかえお金を稼いでたくさん稼いでらっしゃる人たちとかグローバルゼーションにグローバルの世界に飛び込んでいらっしゃる方々と比べてえそういったその地元で根付いて暮らしている人々とかいう人たちからしたらその移民の問題ってなんで彼らが来たら なんで彼らに仕事を奪われなければいけないのかって思うと思うし違法不法移民が入ってきてなんで不法移民に対して保障が手厚いのに自分たちはあのまあ生活保護的なものもまともな収入が得られなくってってようなことになったりするっていうのは自然の考えでなんかそういったその沿岸東海岸西海岸で暮らしている人たちが思っていることえ問題としていること LGBT であるとか女性の権利であるとかっていうものはもうもうもう なんかあの空論というかもういやそのことよりもまず経済を重視してくれと自分たちの暮らしを重視してくれっていうような、えー、ところで多分その多くの方々がそのはトランプさん支持にそれを打ち出してくれているでそもそも打ち出してくれているように見えるトランプさんの方に支持が動いたんじゃないかなって私自身は思っている部分がありますよね。だからからなりその <laughs> アメリカのごく一部のエリート層と、えー、多くのその、えー、明日の生活にも困っているっていうような、えー、まあ別に困ってなかったとしても、えー、波の収入、中流階級の方々、中流階級以下の方々っいうのとの間で、結構分断が激しく起きているっていうのは、アメリカの特徴ではありますよね。そこが今回、その、以前はそのコロナのゴタゴタによって、トランプさんの,、えー、の,あの失勢のせいにされたというか、 えまあシステムも実際あったと思うんですけれども、それでバイデンさんの方に行ったと思うんですけれども、今回はなんかそういったあの背景があるんじゃないかなと、私自身は思った次第ではありますよね。まあ本当にその、それを受けて、民主主義の敗北なのかっていうと、まあそうとも言えない部分はあるしただ、その先ほど問題点で挙げたように、なんかそのデマとかでディープステートであるとか、なんか陰謀論であるとか、そういったものを信じてしまう人たちって、 そのまあ、えー、これ差別的な発言になってしまうかもしれないですけど、僕が自身が。あのやっぱそのエリ、えー、ハリスさんを支持していた層ではなくて、あのまあ、言ってしまえば情報、リテラシーが高い層だと思うんです、そのエリート階級の人々って。えー、言ってしまえばその、民主党を支持されている方々の多くは。えー、ただその 共和党支持者保守省の中の方々あ、まああのー、学歴とかそういった収入とかっていうのが、ねまあ、多くは、えー、高くはない人たちっていう部分ではやっぱりその、えー、情報リテラシーっていう部分にその、まああのー、あんまりその、えー、正しく見切,る見切る力がないっていう人々もいるとは思うんでそういった人々が、あのー、マジョリティになってきていてアメリカの大統領を乱してしまったっていう部分はすごい期間は覚えますよね。えー、日本もその 似たような状況になっていかないかなっていう部分は、えー、すごく危機感があって、えー、個人的にはなんかその、まあ、情報リテラシーってもう本当に、えー、自分で、えーまあ、誰かがどうにかするっていうことはできないと思うんですよ僕僕自身もなんかあのーまあ、ずっと前から発信をしているんですけども、えー、Twitter とかずっとやってましたしもう1415年前から、まあ、そこで情報リテラシーをどう高めていくかっていうことで いろいろ間違った発言とか誤解とかしてるような人がいたら結構、中約つけたりとか、じゃあ違うこと言ってますよとか、個人的にメッセージしたりとかえな、なあの自分の知り合いの人とか、あと、明らかにこのおかしい流言秘行が飛び交ったら突っ込んだりとかもしてたんですけれども、なんかそれをしたところで無駄だなって最近もう、最近じゃないですけど、なんか思ってしまったことがあって、もう、 本人がもう気づかないとダメなんだっていうな誰が他人から言ってもわからないんだっていうようなある種すごい諦めがあったんですよ。それに気づいてからはもう,あもうこれって仕方ないなってこうやってその人々の情報格差であるというか分断であるというか深まっていってしまうんじゃないかなって僕自身はすごく思ったので、まあ、僕自身がその、あのー、ちゃんと情報リタイシーがあるかどうかはそれは置いておいて。 えーまあえー、僕はその、まあ、仕事がリサーチャーっていう仕事なんもしてるんでなるべくその情報リテラシーの高めようというかあのなるべくた、えー、角度の高い情報にアクセスしようみたいなことは日々やってるんですけれどもそういった面ってどうしても、えー、感じてしまう部分ありますよね職業柄としてもなんていうかそのちょっと危険視はしてますね今後の、えーまあ、情報のコントロールとか情報リテラシーによってでそれによってその世界が動いていってしまう。 えー、荒らぬ方向に動いていっててっっっしまうってことも、えー、思ってるんですけどそれがまあ皆さんの選んだ選択だとはいうことにはなってしまうので悲しいかな。なので僕は民主主義の敗北ではないとは思いつつも、えー、まあ、えー、ちゃんと皆さんの中で、えー、エテラシーが高まっていけばいいかなっていうことを願ってやみませんよね。そしたらもっと違う結果になってたと思いますね。 はい、そんな感じでつらつらとお話しさせていただきましたが、えー、皆さん、えー、どう思ったでしょうか、えー、この動画が、えー、もし良いと思っていただいた方は、えー、高評価なら、えー、びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは